ドラマには音楽がある。音楽にはドラマがある。男と女が織りなすドラマと音楽のタペストリー。ドラマってムジカ。今日はこれまでの作品の中から不器用な女のドラマをお送りします。ぜひお楽しみください。高橋さん、今日は相談に乗っていただいてありがとうございました。ごちそうさまです。また明日から頑張りますんでよろしくお願いします。お疲れ様でした。うん、プロジェクト成功に向けて頑張りましょう。じゃあまた明日ね。お疲れ様。ふう、仕事を終えて部下と食事をしながら仕事の相談を受け、夜遅くに帰宅する。それからこれから帰ります。明日の食事は用意しておきますので、お母さんはもう休んでいてください。家には病気療養中の母がいる。最低限の身の回りのことはできるが、やはりいざという時に心配なので、3年前に私の住むマンションに呼び寄せた。38歳、仕事に遊びに忙しい30代を過ごし、世間ではキャリアウーマンと呼ばれ、十分なほどのお給料ももらっている。やりがいのある大きな仕事もこなし、一人楽しく生きてきたから何一つ悔やんでなどいない。でも気持ちいい。なんだろう、今日は妙に疲れたな。家に帰って母の様子を確認してから、深夜一人ゆっくりお風呂に入ると、ふと泣けてくる時がある。年のせいかな。漠然とした焦り、まだ手にしたことのない幸せがどこかにある気がして、何やら物悲しい気持ちになるのは年のせいなのか。自由と孤独は二つセットになっていて、気ままなほど寂しさもついてくる。昼間必死に仕事をしている時にはあれほど前向きになれるのに、こうして深夜一人になると、突然曇った鏡のように明日が見えなくなる。でもそんな私にも5年前に人生の分かれ道があった。なあひとみちゃん、俺たちももういい年だし、そろそろ先のことも考えた方がいいよな。先のこと？そうだよ、今みたいにそれぞれ仕事を頑張って、こうやってたまに会って食事しながら近況を話すのもいいけどさ、ずっとこのままってわけにはいかないだろう。俺はそろそろ結婚して子供を持ってって考えてるよ。そっか、そうよね。でも私、ずっと取り組んできたこのプロジェクトがあとちょっとで実現しそうだから、もう少し仕事に集中したいの。それが終わったら一区切りつくから、結婚とか子供とかはそれから考えたいな。今途中で放り投げちゃったら私一生後悔すると思うから。そっか。そうこうしているうちに母が倒れ、やがて彼とも別れ、気づいたら恋愛とも遠のいて5年が経っていた。いつしか自分は誰とも結婚せず、このまま一人で生きていくのだと思うようになっていたが、こうして真夜中にふと涙が流れるとき、胸の奥に抱えたジレンマを嫌というほど思い知らされる。ないものねだりよ。どんな道を選んでも悩みは同じ数だけついてくるの。あなたのプライオリティは何？何を取って何を諦めるの？ほら、いつもあなたが部下に言ってることじゃない。よし、
隣の芝生が青く見えるときは、こっちの庭に花を植えるの。よし、明日もまた頑張ろう。